刺した布巾の紹介していきます。挑戦した布巾もちょっと1枚あったんで、それも後で詳しく紹介します。まずね、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9枚、今月ね9枚刺したんです。今月はちょっとね布巾は頑張って、まあ、今年最後だしね刺したいなと思って、まあ、ざっくりね、いや方眼をさ引くのすごいめんどくさいって言ってたじゃん。1枚だけね頑張ったんですよそれ後でちょっとね、後からで、まあ、ざっくりとオリンパス3枚とホビホビが2,4,5枚プラス1なんだけど、オリンパスとさホビホビって大きさ違うんですよね。全然結構違うんだよね。私もさ前教えてもらって、あ結構違うんだってびっくりしたんですけど、みんなもう分かってる、 このぐらい違うんですよ。結構違うでしょ。結構違うんだよね。あここはでも、あここも違う、若干違うか。そうこのぐらい違うんですね。でこっちオリンパス、こっちホビレホビレ、まあ、でこっちオリンパスがね正方形でホビレホビレ長方形で、まあ、やっぱどうーん好み、これも好みだけど、どっちかって言ったら私はやっぱ長方形の方が使い勝手いいかな。いろいろでも用途できますよね。ランチョンマットとかさ、こうほこりよけとかね、こうやってかけてほこりよけとか、まあ、いろいろ使えて、長方形の方がやっぱりいいのかって、まあ、改めて感じながら刺したんですけど、ね、私ホビーレホビーレ初心者なので、今まではね自分で図案書いて刺す布巾はもうほぼほぼ長方形にしてたし、あ長方形じゃない正方形にしてたし、まあ、若干小さめだよね。だからあんなに刺せたっていうのもあるんですけどね。で、まあ、まずはこのオリンパスの3枚から、今ね広げちゃったんですけど、私これね最初からもうネイビーの、布にピンクで刺したいって決めて、模様はもうね何でもよかったんですよ。でまあこれ、30ピシつなぎでいいんだっけ。これね私一度刺したことあって、だるまの付近でね。でそれまあまだ1回しか刺したことないからいいかなと思ってちょっとこれにしてみたんですけど、まあ、模様的にもそんなにこう使ってて邪魔にならない感じの模様、シンプルでねいいかなと思ったのでこれにしました。で糸がねこのね中のひし形は白なんですけど、外のこのお花とかになる、交差してお花とかになるこっちはねピンクで太い糸にしたんですよ。糸の、ね、太さも違うんですね。こっちが20分の3で、こっちは踊り屋の太糸です。だから20分の6とかかな、6とかぐらいだよね、うん、6ですね。で、まあ一般的な20分の4、まあ、もう勝手に一般的って言っちゃってるけど、まあと太さ若干太いんですけど、こっち4でこっち6、こうやって見た方が分かるか。結構違うんですよね。で刺してみるとねやっぱりねこう引き具合がねやっぱ難しいですね。でもね今回もっとうねるかなと思ったんですけど、まあ、頑張れたんじゃないかなと思いますね。でこのやっぱりさ、このこういうなんていうかな、たくさん糸が交差、裏でねたくさん糸がこう交差して重なるところとかはやっぱ太いと若干キツキツにはなったんですけど、まあでも頑張って作れたんじゃないかなと思います。ネイビーにパステルカラー、これね黄色にしようか迷ったんですよね。このトーンで黄色にしようかピンクにしようか、ちょっと黄色にするとカジュアルになりすぎるかなと思って、まあ、地の色がネイビーなんでねちょっと可愛い感じがいいからピンクにしたんだけど、まあこれこういう感じですね。で残り2枚オリンパス、これね刺し子会のお題が2ヶ月間で1つのお題でやるんですけど、
祝いだったんですよ。最初はね、あのお正月っていうことでスタートしようと思ったんだけど、お正月ってやるとかなりこう絞られちゃうんだよね。なのでまあ結局祝いでいいんじゃないっていう感じで、まあ、朝の葉、飛び朝の葉、これ初めて飛び朝の葉作ったんだけど、これさ、まあ、基本、まあ、細かいこと言えば夏の模様ではあるってことなんですよね。本当はね、そうだよね、確かね、夏の模様だよね、朝の葉って。まあでもさ、なんとなくさ、お祝い感出るじゃん、赤で朝の葉刺すとっていうことで赤なんだけど、これはね、あ、ちょっと待ってね、だるまの赤い糸で刺したんですよ。だるま刺し子糸の赤って2種類あって、違いが見づらいね、わかるかな。こっちの方がちょっと深い赤で、こっちの方が朱色っぽいんですよね。オレンジがかってるっていうか、ちょっとトーン明るめなんですけど、わかります？こっちの方が深い、ちょっと深めの赤、こっちがオレンジみがかってるのね。でこっち使ったんです、明るめの方。こっちはね、使ったことあるので、まあまあオーソドックスなやつですよね。そうで、今回はあのこっちの明るいトーンの方にしたんですけどね、これ色番号が違うんですよ。この朱色っぽい方が212で、このオーソドックスな赤が213なんですけど、まあわかんないよね、これで刺しても多分あんまわかんないんだけど、まあでも、あ、でもね、全然違うわこれでもカメラでわかるかな、ちょっと微妙ですけど、うん、やっぱり違う気がするんだけど、伝わるかな。まあね、あの1年のスタートに使ってほしいっていうことで、お正月ですからね、明るめでやってみました。これなんかはさ、初心者の方におすすめですね、お子さんとか。これ一目ね、大きいんですね。こうやって比べるとわかるかな、一目の大きさがね、全然違う、2倍ぐらいですよね。なのでザク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 刺す感じなんですけど、まあ、あのその分ね、引き具合がね、ちょっと難しい感じにはなるんですけどね。でもあの時間もそんなにかからずに刺せるので、これはあの初心者の方とかおすすめですね。でちょっとおしゃれっぽいじゃないですか、なんかこういうデザインがね。それこそ本当にこれ埃よけとかにいいよね、こうやって素敵じゃないですか、埃よけにしたら。はい、で次がね、ホビーホビーの布巾、 1,2,3,4,5 枚あるんですけど、こっち紹介していこうと思います。まあ、まずね、これインスタにもアップしたやつなんだけど、でね、次のね、お題がね、春なんですよ、春だから、まあ、ちょっと小花、お花を意識して刺してみたんですけど、かなり今年冬寒いので、もう少し年明けてね、もうちょっとしたらもう華やかな明るい色でと思ったんですけど、まだ寒いんで紫で落ち着いた感じにしてみました。でね、これはね、これとこれ使ったんですけど、濃い紫がこっちで、薄いのがこの上の方、こっち下関係ないんですけど、こっちを使いました。斜め、あ、十字はこれで、斜めがこれか。で緑はね、これです、緑はこれ、こんな感じで組み合わせましたね。まあ本当にごくごく普通に、こういう全然なんか違う色もトーンを合わせて、片っぽがポップで片っぽがくすんでとかじゃなく、同じようなトーンで合わせれば、まあ、大概合うんで、そういう組み合わせにしました。裏はね、こういう風になってますね、バッテンバッテンがいっぱいですね、こうになってます。次がね、次これ模様、これなんていう名前かわかんないんだよね、雪型結構だっけ。これね、前からね、やってみたかったんですよ。なんかこう全部しわくちゃで申し訳ないんだけどアイロンかけてから撮ればよかったね。ちょっとしまあいい ね、これ私前からやりたかったんですけど、端っこはね白で飾り
飾り縫いはね白い糸にしたんですよ。あの冬の寒色系ってすごい素敵じゃないですか。それでもうこの模様をね、いやすごいしわくちゃ、ほんとしわくちゃなんだけど、この模様をこういうブルー系で刺したいってずっと思っていて、これ裏ですね、シワがものすごいけど刺したかったんですね。なのであの今回はね、私が好きなゆるゆるのゆるめな段染めと単色を合わせたんです。この水色とグレーの段染めとグレーで、このグレーね、ここに入ってるんですけど、同じ色が、なのでまあ絶対合うよね。なのでこの2つと、あとは縁は白で作ってみました。縁ね、白かわいいですよ。すごい縁の白かわいいんですよ。ちょっとやってみてください。全部白にしようかと思ってね、3分の1ぐらいまで刺したんだけど、まあ、やっぱりブルー系にしたいかなと思って糸解いてやり直したんです。これ途中ちょっとめんどくさかったんですけどねまあでもまあ可愛くできたんで、まあいいんじゃないですか。裏の丸も可愛いんだよね。これあのちゃんとアイロンかけて使いたいと思いますこれもちょっとこうやってほこりよけにしたりしてもいいんじゃない、ほら、ね、まあ、そういう感じです。次はね、まあ、やっぱりあのお題の春に合わせて、まあ、やっぱピンクじゃないかなと思ったんですけど、まあ、こちらもねやっぱりまだ寒いんで、トーンを抑えたピンクで、ピンクとベージュが入ってる段染めで、久々の変わりかも。すごいね本当に、もうあの今ねこれ あの朝なんですけど、光がね角度が斜めから入るんで余計シワシワなんですけど、ね、変わりかも。これもあのランダムにあちこちランダムに刺して、できるだけこの濃いピンクが偏らないようにと思ったんだけど、最初普通に刺してたからね、この辺偏っちゃってるんですけどね、まあ、言わなきゃ分かんないよねそんな細々。これさね、これはね、あ違うこれはこれだ、これね私あの私らしくないポップな糸をね半年ぐらい前かな染めたんですよ。で使ってなかったりとか、あとはあの糸買ってくれた方とかにちょっとこうおまけで入れたりしてたんだけど、お題春だったらこれいいんじゃないかなと思って使ってみたら、なんか思いのほか可愛くって、でもただねちょっとトーンがねやっぱり明るめトーンだったんで、もうちょっと抑えたくって、さっきも使ったこのピンクでお花のね周りのところは全部これにしたんですね。ポップな感じをこっちでちょっと抑える感じで、やっぱ相変わらずこっちはね20分の3で細い糸で、こっち太い糸なんでポコポコ感も出て、こういう組み合わせもすごい可愛いと思います。あのね、この周りだけ太い糸でこの色にしました。これもさあの緩やかな感じの段染めで、濃いとこと薄いとこのコントラスト弱めな感じ、あのそれ方がね、まあ、その残り少なくなった時にこうちっちゃくなってった時に単色と混ぜて紛れてこう使い切れるっていう、まあ、そういう感じであの使い勝手いいのでね、それが好きなんですけど、もったいないんでね最後まで使い切りたいなっていうので、緩やかなやつだと単色と合わせて使えるっていうのがよくて好きなんですけどね。コントラスト強めなのもかっこよくて好きですけどね、まあ、使い勝手がまあいいかなと思います。でこれが、何個か前、2個前かの動画でも紹介した紅椿さんの糸で刺した方眼刺しね、もうこれはもう詳しくあの動画で紹介してるんで、もしよかったらそっちも見てみてください。もう見てくれた方はもう一回になっちゃうんだけど、こういう感じですね。広げるとね可愛いでしょ。いいですよね、かっこよくもあり、ピンクも入ってるから可愛くもありっていう感じなんですけど、素敵です。すごくこれ余計にしたらこういう感じにね、見えない、こうか、こんな感じでいいですよね。素敵です。なんか続々とねあの糸染められてるみたいなんで、皆さんあのチェックしてみてくださいね。まだねこのぐらい残ってるから、また刺したいと思います。
はい、で次残りこれ、これもねインスタに一番最近アップしたやつですね。マス出し糸はこの2つを使ったんですけど、でもまあ私これ初めて刺したんで迷ったんですよね。単色にしようか2色使いにしようかとかね、迷ったのすごく。なんだけどもうこれは本当もうオーソドックスに単色で、ここだけ同じ色で1色で単色で刺していこうと思ってこうしたんですけど、今回はね、まあ、季節柄っていうのもあるし、まあ、この3枚あたりなんかはちょっと琥珀糖っぽいイメージで色選びしてみました。まあ、ちょっと透明感あるような感じに刺したいなと思って刺した感じですね。薄い色を使うにしてもほら薄いだけだとさ、なんかこうまばらな感じになってもなんか穴開いた感じで嫌なんで、まあ、その辺は多少工夫したかなっていうところですかね今回ね。まあでも今までこう私が刺してた布巾のサイズよりも若干ちょっと大きく、ほびほびのね布巾になるとちょっと気持ち大きくなるんでもう一枚いけたんじゃないと思うんですけどね。もう頑張って頑張って9枚でしたねもうちょっと頑張りたかった気はするけど、もう来年ね、来年頑張ります。ということでほびほびは今回は5枚刺しましたね。でそれで年内ね最後に1個ぐらい、なんかやっぱいくらね方眼描くのめんどくさいって言ってもさ挑戦したいなと思って、でそれでこれなんですけど、この本から図案を起こして頑張って作ってみたんですね。でこれがさあ、これねさらしじゃないんだけどサイズはねホビラホビレの布巾と同じぐらいのサイズにしました。でもなんか若干ちょっと気持ち5ミリくらい大きくなった感はあるんですけどね。あでもまあ同じだね、これホビラホビレと同じサイズにしました。裁断してね同じサイズ。これダルマ刺し子糸の黒にしました。これのねこれの黒バージョンねで刺しました。でさ私ね仲良くさせてもらっている四孫さんがねこの本から図案を起こしてねたくさん付近刺してるんですよ。でそれ見るたんびにね憧れるわと思っていや私もこの本の中の図案やってみたいってずっと言ってたの、コメントでもね。もう私もちょっとやる気になったら頑張りますみたいな感じで、でそれで、まあ、今年最後に1個ぐらい挑戦と思って、この中でもこの本の中でも、まあ、全部ねなんか難しそうなんですけどちょっと優しめな感じだろうな、これなら頑張ればいけるかなっていうやつを選んで刺してみたんですよ。それでね、なんとねこれなんだっけ、なんていう図案だっけ、ちょっと待ってね、重ね十字つなぎ、十字つなぎの応用形です。だってこれ何ページだ、これが載ってるのはね、これ持ってる方結構多いよね、みんな持ってるでしょきっと。私が多分もう入手したのがもうだいぶだいぶもう遅い、28ページに載ってます。28ページ、これの28ページにこの模様が載ってるんですけど、それをねちょっと今回頑張ってやってみました。途中迷子になりながら久しぶりに線引っ張って頑張ってみました。こんな感じでね、いやなんかさちょっとごめんね、なんていうの、色味がさピンクがかっちゃうね画面が、なんかどうしたらいいんだこれさ、白を隣に白があると、あそうそう、これ色がねおかしなことになるわけですよ。白が隣にあるとね、そうグリーンなんですけど、ランチョンマットにしようと思ってこれにしたんですけどね、これ後でねタグをつけてアイロンかけて、もう今日すごいねもう ひたすらシワクちゃうもう全部シワクちゃです、申し訳ない。アイロンをかけて
かけてないのでタグをつけてアイロンをかけて使いたいと思います。ランチョンマットにしたらどんな感じだろうね。ちょっと敷いてみようかな。こんな感じしわくちゃすぎて様にならないっていう。まあいいんじゃない、たまにはこういうしわくちゃもね。すごいね、それにしても本当に畳じわから何から何まですごいんですけど、まあこんな感じで使っていこうと思います。ってことでね、今日は久しぶりに刺した布巾の紹介をしてみました。もう今月も終わりってことは今年も終わりなんだけどね。どんな1年だったかな。まあでもね、すごいいい1年でしたよ。っていうのもさ、やっぱりいろんな出会いがあり、いろんな学びがありっていう年でしたね。皆さんどうでしたかね。いい年だったらいいな。でもさ、いい年でも悪い年でもさ、とにかく過ぎていくから過ぎていくから、もうもしね、いや今年あんまいい年じゃなかったなっていう人もね、過ぎちゃえばもう過ぎたことだからだからね、もう来年に向けてですね、みんな来年はいい年になるといいですよね。コロナとかもあってね、まあ私とかはそんなにこうコロナですごく困ったみたいなね、なんていうの、お店とかやられてる方とかはねすごい大変だったでしょうけど、そういう感じではなかったんですけど、大変な思いされた方もいるよね、やっぱり中にはさ。来年もね、変わらずたくさん布巾を刺していけたらいいね。その10月とか11月とかに結構たくさん小物を作ったんですけど、でも刺し子をね、知らない人に刺し子を知ってもらうのに小物とかだとこう取っかかりとしてなんかいいんじゃないかなって。布巾ってなると布巾イコール台所、キッチン用品みたいななんかそういう流れではなく、小物で実用的なものだと刺し子を知らない人もこれなんだろうみたいになるかなと思ったんですけどね、まあそこまで広がらずなんかもうちょっとね、知ってもらって刺し子人口が増えたらねいいなって思うんだけどね。まあまだまだ頑張りたいですね。刺し子知らない人に刺し子を知ってほしいなと思いますね。いろんな手芸あるけどね、可愛いんだけどね、どうなんですかね。やっぱ台所用品のイメージがキッチン用具みたいな感じなのかな。最近なんか私インスタ見てるとね、やっぱランチョンマットとして使ってる方の投稿とかね、あやっぱいいなと思いますよね。普通にさ、ランチョンマットよりもなんかこんな風にすごい手のかかった、手を加えた刺し子のランチョンマットだとね、毎日だからね、ご飯はさ、いいんですけどね。なんかどうやったら刺し子を知らない人に刺し子を知ってもらえるのか、あらららら、まあ来年も刺し子を知らない人に見てもらえたら嬉しいですね。まあ引き続きね、同じ趣味を持った刺し子される方ともね、たくさん楽しい時間を過ごしていきたいなと思うんですけど、どうやったら知らない人に知ってもらえるのかなっていうのはね、課題ですよね、私の中で勝手にね。まあ何も特にね、コメントとかさ、やり取りなくてもね、なんか見て、実はなんかあれ見て始めてみようかなと思ったみたいに言ってもらえたら嬉しいんですけどね。刺し子知らない人に知ってほしいので、まあ、また来年も自分の趣味をこういろいろ発信しつつ、やって楽しんでやっていきたいなって思いますね。ということで、来月ももっと刺せるようにちょっと頑張ります。年末年始皆さん、今年ほんと寒波で寒いから、雪ね、普段あんま降らないところで降ったり、足元気をつけてくださいね。なんかうちの方はね、そんなに積もるほどではないけど、まあ、やっぱさらっと降った時の方が怖いよね、ツルツルしちゃうから。こうって皆さん体調とか足元とか気をつけて、年末年始楽しく過ごしてくださいね。私もゆっくりチクチクしながら過ごしたいと思います。では良いお年を。また来年。